ということで、今回はですね、9月ですね、9月に行ったオフ会と DJ イベントということでお届けしていきたいと思います。DJ イベントはね、DJ でね、サクッとご紹介、全体的なまとめっていう形でね、ご紹介していこうと思います。はい、ということでですね、早速行きたいと思います。10月サーフキャンプスがね、楽しみですよね。見えてますでしょうか？モニターの色も変えたので、いつもより表現するところが分かりづらい。いいですけどね。ちょっと、ね、足の位置がね、もっとね、真横向きたいですよね。真横向けるといいですね。でも、初めに頃にね、比べたらめっちゃいいんですよ。惜しい。惜しいの一言。あ、でも全然いいですけどね。タイミングとかもめちゃくちゃバッチリなので、本当、言われた通りの形できてるんで。でね、顔もちゃんと上がってます。めっちゃいいと思います。あとはそれを陸の上で完璧にして、海の不安定なね、海の上で備えられるようにね、耐えられるような足腰作りたいと思いますね。はい。っていう形ですね。どうしても初期の頃ってその背中から押される感覚が分からず立ってしまう。ちょっとでも押されたらすぐ立つっていうイメージがあるんですけど、それがちゃんとね、確実に運んでくれるかなっていうイメージができるといいですよね。それができないとどうしても遅れて、波に乗り遅れるっていう形になってしまうので。なので、波に合わせるですね。波に押される感覚を養いたいですね。押されたら、今やってますけど、押されたら、素早く押されてから、確実に押されてからですね。素早く。今回特にとろくてインサイドで早く割れちゃうみたいな波が多かったんで、とろいところに合わせたい。浮力のあるボートなので合わせやすいんですね。
生徒さんがね、めちゃくちゃ特殊なボード持ってるんだよ。で、この間、先週かな、借りたんですけど、とてもね、乗りやすいことは乗りやすいボードでした。ただ、すごい特殊なボードです。ショートボードなんですけどね。ミッドレングスな感じの動きができるボードですね。とてもね、特殊なボードでした。フィンがね、ファイブフィンっていうね。こういう形で、デッキパッドついてないじゃないですか。デッキパッドをついてないボードの場合、本当にデッキパッドあたりにワックスめっちゃ塗ってくださいね。この間借りた時にワックスが塗ってなくて、デッキパッドのあたりにワックスが塗ってなくて、滑るっていうね。もう全然滑って全然アクションも何もできないっていうね。ただ、その前に進んでちょっと、アクションって言えるのかなっていうぐらいのアクションしかできないって感じでした。あれ、忘れやすいですよね。デッキパッドってめっちゃ大事なんで。持ち上がる。下に入れ込む。ポケット。持ち上げるってなると、重力に逆らう。大変じゃない。立ち上がるみたいな感じ。そうそうそう。大変じゃない。で、力をどう加えるか。そうですね。斜面とか、まあ、ちょっと、ここ、それ自体に、波に対して、波、膨張する感じが波にある。でも本当、テイクオフするときって立ち上がるというより押し込むってイメージしてほしいんですよね。皆さんに言ってるんですね。持ち上げられちゃったし、持っていかれちゃった。で、押し込んで、素早く立ち上がる。そうすると、波の力も得られます。めっちゃ後ろからね、押してくれます。姿勢がやっぱりボードに対して同じか違うので胸を張って手を起こした過去は何の位置が低いんでしょうね低いんでしょうね低いするんでもっとこう高層の低いんでしょうね顎を上げる気が痛くて胸を張る結構皆さんやっぱ多いんですが、胸が張れてない方が多いですね。なので視野が狭い。視野が狭いので、安定しないんですよね。インスタライブで話しましたね。背中を反るではなくて胸を張る。パドルするときは胸を張ってパドルして、水を掴む。水を掴む。で、自分が前に引っ掛けてくるんですよ。掴んで、前に。山登りとか、ホールスとか、こうしたときに使う筋肉で背中の筋肉が。
これね、何度もね、皆さんにお話ししてるんですけど、肘からですよね、肘から。肘から入れてもらいたい。肘から入れてもらいたいんですよね。あ、そうなんですよね。で、肘からっていうと、バシャってなりやすい。肘からっていうと、バシャってなりやすい。で、肘から持っていく。肘から前に持ってって入れるときは、指先から。ね。横だと、肘から前に持ってって入れるときは、指先。肘から持っていく、肘から前に持っていきたい。そうすることで背中の筋肉からいけるわけです。背中の筋肉を動かせるわけです。そうすると力強いパドルになるので、肘から持ってって入れるのは指先からです。肘から。みんなね、手先だけなんですよ、動いてるの。手先、ここだけなんです。意識してる。じゃなくて肘。ね、指。手首ぐらいですよね。意識してるのって。そうすると、こう、バシャってなっちゃう。抵抗にしかならない。深いパドルをするのには、肘から前に持ってって、指先から入れるっていうのを、ゆっくりしてほしいですね。ね、張って。からね。ここなんですけど、こっからここなんです ここからここ。なんですけど、大体の人がこっからここ。それを意識してみる。全くそれに対して何か効力がない。自己満足的な、そう。行動を進めたい。後ろ半分を前に進めたい。行動の後ろ半分を前に進めたい。ここから、なので、ここにあるものを、後ろ側にをやりたいですね。ここにある水を後ろにやりたいんで。だから、こっからここまで、こりたいですね。ボードの真ん中ね、真ん中まで。ここにある水を後ろにやりたい。大化して、そう考えると、ここの水をこっちみたいに、してないとか、ここにある水を、ここに、これ以上、後ろに、こうやって、その分、進んでいく。いつも山登り、本当、掴んで自分が前に。掴むね、こういう感じですね。水を使う。このタイミングっていうか。
少し理解できるね。これ、僕だと、なんか、立つまでにちょっと時間があるっていうか、もう、なんでしょうね。思考幅があるっていうか、聞いたら、集中してたり、できるんだけど、ショートってやっぱりこう、あれだったんだろう。やっぱり遅くなりますよね、どうしてもね。結構、ここが、結構、テイクオフがどうしても、どうしても、何て言えばいいんだろうって、なんか、スクリーンじゃないけど、いや、ここでも感じれてないと立てない。あれ、でも、もっともっと正面に。やはり波に押される感覚ですよね。波に押される感覚がめっちゃ一番大事です。はい、という感じですね。で、22日かな。今、哲也さんの課題は？正解なんですよ。正解なんですよ。それだとどうしてもね、安定がね、違いのうちはいいんだけど、それでもし慣れちゃうと、逆にいけないです。逆にいけないし、後ろに倒れるっていうのは分からん。上半身が疲れてない。
ポレてる波で、もう少しいけるといいんですかね。ポレてる波で、後ろに荷重かけたいですね。あ、今、ロングでの話ですよ。折れてる波で、今、多分、ここら辺でね、センターら辺で立ってしまっているので、そうすると刺さる原因になっちゃうんで、折れてる波で立ち上がったら、トントンと後ろに行きたい。そうすると、今、ピン見えてますけど、ここで、波の力を得られるので、そうすると、より、自分が動かしたい、今思ってる動かす方向へ動かせられるんですよね。荷重を右に左にかけることによって、波に乗れるわけですよね。波に合わせたテイクオフが。いや、本当に、皆さんそうなんですけど、その、波をよく見て、波に合わせてテイクオフしていきたいんですよね。昔、ショートでよくあれやってましたけど。自分もね、まあ、今でもね、ゼロとは言わないですけど、結構ね、刺さってて、刺さる理由が全然わからなかった。本当、後ろに行けば全然刺さらなくなるので、そうするとね、いきなり真横を向けちゃったりとかしますね。ぜひ、ロング、特にロングの方は、そこを意識してもらえればと思います。しっかりしてるな、きれい。すごい。あとは目線ですね。あと目線だけですか。そう。今言ってるんですけど、前をちゃんと向いてたら、これに耐えられる。まあ、耐えられるわけじゃない。そう。
まあ、綱渡りしてる人で説明してますけどね。やっと伝わってきた。やっと伝わってくれて嬉しいです。そうなんですよね。きついんですよね。でも慣れますからね。全然少しの陸トレでどんどん慣れていくんで、そうするとこけなくなってきますからね。そうするとサーフィンもっと楽しくなりますから、ぜひ陸トレしてください。でも今一発目良かったですからね、めっちゃね。いや、陸トレしてくれてる証拠ですね。形になってきてて、とても嬉しいです。バーベキュー、サーキャンプか。次のサーキャンプどうなってから楽しみですね。形もいいですよね。体幹もだんだん安定してきてるので。脇を締めですね。テイクオフ、脇を締めましょう。分散しちゃうんですよ、力で。こういう上下の力だけでいいですね。今までのやつだと横に力が入っちゃってる。斜めに。いや、でも、すごく、今はすごい懐深かったですよね。で、直したら、すっごい懐が深くなりますね。まだ多分本人は気づいてないんです。でね、骨盤から前を向けるということで、やっていただければと思います。いいですね。あと、本当に顔が前向いててるんで、いいですね。でもこのサーフィン前ですね。サーフィン前のイメトレ。サーフィン前のイメトレめっちゃ大事なので、これみんなやってください。やりすぎると 若干疲れますからね。やりすぎると若干疲れるって、陸でやってきた。今まで、例えば1週間陸でやってきましたよというのがあると思って、疲れちゃうじゃねえ。陸でやってきたのはありますよね。それの成果を、サーフィンで海に入る前に、陸でね、少しやる、ね。浜辺で少しやってみる。1回、2回やってみて、そのイメージ、あ、できるなと。そのイメージのまま海に入るというのが一番いいですね。という感じで。今月のね、今回のね、オフ会はね、皆さん用事があって帰られてるので、なんか、個別レッスンみたいになっちゃいましたよね。いや、でも、ヒロ君あれなんですよね、スケボーもめちゃくちゃ上手くなったんですよね。
どっかさ、ここのラインか何かをさ、波に見立てたらいい。波がこっちから割れてきますよ。そうそう。スケボーをやるときに何かセンターラインとかもしあったら、そのセンターラインを波のレギュラー側、グーフィー側っていう形で波に向かってアップスをする、ね。その練習をしてください。どうしてもね、平面だとその練習っていう意識がないと思うので、前に前にってなっちゃうと思うんですよね。ですけど、スケボーもサーフィンと同じイメージをしてもらいたいので、波にダウン、波に対して上がって下がって上がって下がってっていうのを意識したいですね。はい、次。めっちゃ固まってます。それでもね、できてるから。すごいですね。今足だけだ。この時の時は、ちゃんと足にこっち側にさ、重心がこうやって動いてる。それ多分自分で終わるのは、ちゃんと理解しちゃったよね。こっち側に。こう。だからここにするってことです。そうです。はい。気にして、そうです。はい。重心は変わらず、体をつま先側、かかと側に移動する。どうしても上半身だけ、人間ね、関節がありますからね、動いちゃいますよね、動きやすくなっちゃいますけど、そうじゃなくて、芯、この芯。こうなりがちです。動いてないです。全体でこうやって動かせるから、もう自治体かな。体全体をね、意識していただけると。やりたい。横にもずっぶれたくないし、縦にもね、ぶれたくないっていう表現でわかりますかね。どうしても上半身が突っ込みやすい。上半身だけになりやすいですけど、全体ね、体全体動くことによって、足首がちゃんと動いてますよね。いや、それはできない。で、ある程度スピード出てないと、スピードと一緒に倒れて。自転車と同じなんですね。自転車は皆さん乗れるので、スケボーも皆さん乗れます。手にもなんか持ってるし、下にもなんかさ、この出っ張りが手にある。この日、別の場所で、電動のスケボーをやってる子がいて、なんであの子進むんだろうなっていうのに驚いているっていうね。風がね、吹いてきちゃってるんですけど、その風にも逆らって、すごいうまいなっていうふうに思ってたみたいなんですけど、いや、それ電動だよって教えたら驚いてるっていうね。まさかの電動っていうね。でもこの日ね、ヒロ君めっちゃね、スケボー自体も上手くなってくれたんですよね。
まだ年は引けちゃってますけど。そう。右手がいいサインになってるんですね。これ左手も動いてくれたらもう最高なんですよね。なわたよ。はいはい。長い棒持ってた。はいはい。斜め、斜め。体を入れるってことですね。センターは変わらず、体を。体全体を斜めにして。はい、テープ上がる。ああ、はい。ああ、まあ、下がほらね、地面で動かないから、それはやりづらい。そこに骨盤の体のねじれを加えるね。手を移動してからねじれが入る。足に伝わってると、これだけボードが傾いてくれるわけですね。っていう感じですね。
あ、これ、今の姿勢いいんですよね。左足浮いてますよね。これ、後ろにねじれてますよね。体、骨盤から、手から骨盤、で、膝、かかと、ね。だから、かかとが今浮いてます。手の動きが伝わってくれてるってことですね。膝にね、思いっきり伝わってるのがね、感じれてると思うんですよね。膝。ね、骨盤から膝。骨盤から膝。ね。手、骨盤、膝。で、かかと。関節はね、全部、つながっていってますからね。関節は全部骨でつながってますからね。だからねじれ、上からねじっていけば、下まで確実に伝わっていくわけです。あ、そう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 。けど、ここでね、頭、どうしても頭の位置が今、左右にぶれてますよね。ね。左右にぶれちゃってますよね。ここで頭の位置はぶらさない。これね、背骨からね、まっすぐ一本ね、棒が入ってるようなイメージで、をしたいとかですね。疲れたね。今までその動きを体が知らないんですよ。赤ちゃんとやってないから、やってないから知らない。だからそれをどう動いていいか、認識してないといけない。結局指令を出したのは脳なので、ね、今まで動いてないと動いてないんで、脳は知らないんですよね、その動きをね。あれば別に上半身がいらなくなる、最終的には。今は分からないから。そう、無駄と思う動きなんですけど、体がね、動くようには、徐々にね、していければいいかなと思いますね。胸筋絞りっていうふうに言えば、リール出してますけど、上半身の動きを下半身に伝えてる。いう形でできるといいかなと思います。それをサーフィンするとこういう形になるんですね。繰り返しを行って体に覚えさせましょう。はい。感じかな。あ、もう一個あった。筋はいい。スケボーやるときはこの。イメージはいいので、頭のこの芯ですね。芯だけぶらしたくないですね。筋はいい。練習するときに今自分、このセンターラインを波のトップだって思ってやってます。バックサイドね。
波がある。今日は私、波に乗るって感じでしょ。波のイメージができないとダメじゃん。波に乗りたいな。わかりやすいよねってことね。波を意識しすぎて、体の動きを忘れた。いや、でも、それでもね、できてますからね。ぎこちないけど、これ、海の上だったらもっと滑れますから。こんな感じかな。はい。という感じですね。という形で。はい。今回の9月ですね。9月のオフ会。オフ会はこのような形でした。いや、でもね、最終日めちゃくちゃ風が強くなる予報だったんですけど、朝一ね、無風だったんですよ。そう。何名か生徒さんがね、風が強いんでやめますっていうふうにおっしゃってる生徒さんが何名かいた。って気がしたんだよな、確か。いや、めっちゃもったいなかったなと思って。まあでも、しょうがないですよね、それはね。うん。それはそれで仕方がない。前回かな？前回か前々回も同じような形で、生徒さんが、いや、ちょっとやめときますって言ったらね、めっちゃいい波だったっていうね、いうのは、もうあったので、うん。まあでも、それ決断はね、仕方がないところはあるので、うん。ただ来ると、まあね、プラスには、絶対いい経験にはなるかなと思いますのでね、ぜひね、参加していただければと思います。はい、ということでですね、今日は、あと、最終、インスタのリールをお見せしますね。一応ね、詳しくはインスタのリールをね、なんとか見ていただけると嬉しいですけどね。一応、DJ のイベントもやったぜっていうようなね、形なので、こんな感じです。まあ、9月のオフ会こんな感じにまとめみたいな感じですね。ウェキレッスンね。ウェキレッスンって感じになってましたね。いや、この中華料理屋さんめっちゃ美味しかった。セッション会からのハンバーグです。このハンバーグも、いや、もうめっちゃうまかった。そして、ここは、絶賛の DJ イベントの会場ですね。これね、ここで使われてるこの、なんていうのかな。イベントのプログラムって言えばいいんですかね。こちらね、実際自分が撮った写真なんですね。自分が写ってて。後ろにね、生徒たちがいてね。そうなんですよ。バーベキューの時にね、撮ったやつをね、使ってくれたんですね。ありがたい。朝一無風。個別レッスンの、個別レッスンも一緒に、ね、はい、という感じでした。はい、ということでですね、8月はこんな、8、9月か、9月このような感じだったのでね、10月はサーフキャンプという形でね、行いますのでね、ぜひ10月も楽しみにしていてください。ということで、今日はここら辺で終わりたいと思います。じゃあまた。